ラザーズのそれこそケンシさんが、まあ、このカイゼルヒゲしてて、でわかっこいいなと思って一回、まあでも伸びるかわからんけどやってみようと思ってやったら思いのほか伸びて、たまたまヒップホップのイベントでカットすることがあって、その時に誰やったか忘れて、誰かしらがもうヒゲちゃんっていう紹介の仕方でみんなにこう紹介してくれて、そっからずっと惰性でヒゲちゃんヒゲちゃんできて今に至るって感じですね。ブラザーズの前は神戸で、まあちゃんとバーバーショップって言われてる、まあ有名なとこで働かせてもらってたんですけど、川上さん店長が、あ、うちどうっていう声かけていただいて、で、まあ、自分の中でも一緒にヘアショーとかをやらせてもらってたりとかしてたんで、なんかこう、うわやばいかっこいいとこあるなっていう認知は常にずっとあって、でその中でまあ今後自分がやっていきたいことに対してもっと自分で探求できる個の力を試せる場所やなっていう自分のイメージもあったんで、せっかくいただいたお話なんでちょっとそこはもうお願いしますって感じで入らせてもらったって感じですね。結構自分の中でこう分かりやすい空気感の差というか、男社会っていう感じの部分があったんで、その点で言ったら前の会社とは違って環境の差的にはすごいいい刺激になるなっていうのはすごい入ってから感じてますね。まあ、せっかく今こうやって刺激を与えてもらえる環境にいるんで、まあサロンワークでお客さんにしっかりとした技術を提供させてもらうっていう部分もあるのは根底の上で、なんかもっとバーバーの人間でも、まあ例えばイベントだったりとかっていろんなことの部分で挑戦して新しいことにつなげたりとか、それこそ違う職種の人間の人とこうセッションさせてもらって新しいことをやれるっていうこととかも、こうどん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 発信していけるような、まあ一タレントじゃないけど、あの人ってこういうことやってるけど実際髪の切ってて美容師してるよみたいな、美容師でもそんなことできるんだみたいなっていう可能性を今後いろいろ発信していけるような、まあ、活動なり動きっていうのを自分の中でこう追求しながらやっていけたらなっていうのは自分の中で今強く思ってる部分ではあります。